金曜日は外からお天気です。高潔さん。はい、お天気の情報をお伝えします。今日の県内は日差しが届いて穏やかな天気となりました。現在の高知市上空見上げてみますと、あ、青空広がっていますね。そして飛行機雲もね、今見えているんです。穏やかなお天気と現在もなっているんですが、この後湿った空気が流れ込んでくる影響でですね、少し雲の多い空模様となりそうです。ただ今日いっぱいは雨は降らない予報となっています。さあ、今日のように日差しが強く降り注いだ日は日焼けをしないか心配だったという方もいるのではないでしょうか。ただ晴れている日や日差しが強い日は紫外線対策を行っていても、そうでない日はなかなかしていないという方も少なくないはずです。そこで今日は誤解してしまいがちな紫外線のイメージと正しい知識についてまとめてみました。こちらです。まずは間違った知識の方。日焼け止めを塗れば長時間日光を浴びても大丈夫だと思っている方いませんか？実はこれ間違いなんです。正しくはですね、日焼け止め汗などで落ちてしまいます。 2,3 時間に一度は塗り直すなど、こまめな塗り直しが必要になります。さあ、そしてこちらもよく誤解しがちです。晴れていても暑くなければ日焼けをしないだろう。こちらも間違った知識になっているんですね。正しくはこの暑さ、実は感じるのは原因が赤外線になるんですね。日焼けは紫外線が原因のため、暑くなくても実は日焼けをしているんです。そして最後に、曇りの日は日焼けをしないと思っている方、こちらも間違いになります。曇りの日であっても日焼けはする。天候関係なく紫外線はあるんです。薄い雲であっても紫外線は 80% 通ると言われています。来週以降にかけて雲の多い空模様となる見込みなのですが、油断せずにしっかりと紫外線対策を行うようにしてください。